はい、こんにちは。今日の動画は、よいしょー、しとんと、こちら、左側が、こちらね、最新の GoPro Hero 9。そして、右側が、それ。それが私が普段使っている、それだよ。うん、ありがとう。これが、これが iPhone 11 Pro です。ではまあね、こっちの iPhone で今まで撮ってました。倒さないで。そうね、それだね。はい、なるほど。おやつあげよう。あげます。はい。ね、これで撮ってるんですけど、これをね、GoPro 買ったんで、ちょっと今日はお散歩動画の比較を撮ってきましたので、ちょっと見比べてみましょう。はい、じゃあ早速比べてみていきましょう。これがね、いつも通り iPhone で撮ってるお散歩動画です。結構ね、ちょっとクレマ元気良かったんでカメラに近づいちゃって全体映んない時もあるけど、まあいつもの動画っていう感じですよね。まあこれが基本でしたが、今度 GoPro になります。これがね、リニアっていう水平維持をできる角度のやつなんですけど、まず色合いがね、変わりましたよね。GoPro カラーでやってるんで、まあ緑とかがね、くっきりはっきり出てます。その分ね、クレマの色がちょっと潰れちゃってるかなっていう感じです。ちょっと広角にしても、やっぱりクレマの毛の色がね、こう潰れちゃってる感じしませんかね。後ろの背景はピント合ってて、緑はバッチリ映ってます。ただ、クレマの毛質がね、なんか一体化して、毛質が硬い感じがするかな。で、スーパービューになると、もっとね、はっきりと周りの景色が映るので、景色は楽しめてますよね。緑もはっきりと色が綺麗に出てると思います。ただ、クレマの毛質がやっぱりちょっと潰れがちかな。で、これがやっぱりですね、iPhone ですね。ちょっとスローで映してる感じにするとこんな感じになりますけど、やっぱりね、頭の毛とか見ても一本一本こう、はっきりと分かれてるのが見える。色が潰れてないですよね、クレマの。これが iPhone のいいところかなと感じました、改めて。で、背景はね、ピンとボケてるんですけど、今度やっぱり、GoPro になると背景ははっきりするけど、クレマ、カメラに近いところのクレマの色は潰れちゃってますよね。これ設定で GoPro ともう一個ね、普通のカラーがあるんで、カラー変えたらまた改善するのかもしれません。ちょっと今回ね、GoPro カラーでしか撮ってないんで、比べる動画ないですけど、まあ、GoPro カラーでやると、の毛の色はちょっと潰れがちかなと感じました。でこれは画角をね、変えて、リニアから、広角になったりしても、まあ基本変わらず、 GoPro はやっぱり背景を撮る、背景っていうかね、風景かな、風景撮るのに適してて、緑のね、色合いだったり、葉っぱのこうはっきりね、輪郭がこう映ってるのはすごく綺麗なんですけど、ペット、クレマを中心に撮ると今もね、なんか毛の色がこう潰れちゃってる感じしますよね。頭はもうなんか白一色みたいな感じ。なので、旅行とか行ってね、景色を撮るのにはすごくいいかな。で、これもね、スーパービューで撮ってます。歩いてるね、私の足もはっきり映るんで、こういう一緒に歩いてるところを撮るのにはいいのかなって感じます。で、一応ね、iPhone も、広角あるんですけど、広角にすると画質グッと落ちるんで、私は iPhone での広角は普段使ってないんですけど、まあ GoPro でね、このなんか、普段行かないような、旅行先とかでこういったとこ行ったんだよって、どこにいるよっていうのはっきり映すのは、この GoPro のスーパービューとかがとってもいいんじゃないかなと今のところ思っております。ただね、普段の散歩動画だったらこれがやっぱり iPhone 11 Pro の、標準画角で撮ってます。やっぱり毛質がね、
ホワホワしてるクレマの毛質が伝わるのは一番これなんじゃないかなって思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。背景若干ボケが出て、手前のクレマにピントが合っている、まあ、表情もねすごくはっきり映ってるのがこれかなと今感じます。ただ色の好みあると思うんでね、さっきのもっと緑がはっきりバキッてした方が好きっていう方もいらっしゃるかと思いますが、どうでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。ああそうだね、 iPhone がいいよね。正解クレマさん、そっちの方が良かったね。でただね、 GoPro で期待している機能がリニアの水平維持っていうね、この前もご紹介したこう角度を変えても大丈夫っていうのがあるんで、それもちょっと試してみたんでね、それもちょっと見てみましょう。はい、じゃあリニアプラス水平維持について見ていきましょう。今ねこの設定だと画面を45度までは傾けても水平を維持するっていう風になってます。なんでね、こう自撮り棒で撮ってるんですけど、こうグイグイね傾けても、平気と。ちょっとこう傾けすぎちゃってね、今角度出ちゃいましたけど、これ以降は、自撮り棒をね変な角度にしても基本水平を維持してるっていうのが続いてますね。なんでこれは、いろいろ気にしなくてよく撮れるから、まあいいところかなと感じます。はい、いかがだったでしょうか。ちなみにね、さっきまでお部屋で撮ってたのは私の iPhone 11 Pro を映すために、別のスマホで使ってたんですけど、古いスマホね、また今 iPhone に変えてみました。室内でもどうでしょう。やっぱり iPhone がなんかいい気がするっていう気はしませんか。なんかね、やっぱリニア水平時でグイグイしてもなんか水平時してくれるのはとっても便利かなって思うんだけど、ただクレマのこの毛の感じ、このはっきりしてる感じはやっぱりなんか iPhone が綺麗だなって思っちゃうな。 GoPro と比べたら、もうそもそもね GoPro ってアクションカメラだから、激しくねなんか動いたりするっていう時にはいいと思うんですけど、お散歩動画ペット撮るには今のところ私的には iPhone でいいかなって思っちゃったんだけど、皆さんの感想はどうだったでしょうか。またね、設定とか詳しくてこうしたらいいんじゃないのっていうのを知ってる人がいたら教えてください。じゃあ今日はここまで。まだねでもGoPro でいろいろ動画とかも撮ってみたいと思うので、またいいことできたらご報告します。じゃあ今日の動画はここまで。クレマさん偉いね。はいどうぞ。じゃあ皆さんバイバーイ。